先ほど段違い平行棒そして平均台と2つ失敗がありました。落下してしまいましたね、はい、床はもう落下するってことはありませんから出てもいいですから頑張ってほしいですね。さあ頑張れ。曲はある恋の物語。あ、出てしまいましたね。余計なことを言わなければよかったという。少し柔らかい表情で動いてほしいです ね。今年の和歌山で行われた NHK 杯のチャンピオンです。こちらに来てもなかなか真田選手の笑い顔が見れないんですね、まあ、それだけもう調整に余念がなかったんですけれども、まあ、今の3回目は決まりましたよ。最後のシリーズです。決まりましたね。最後は決まりました、はい、最初の着地のミスだけですね。そうですね、それ以外にほとんどミスがありませんから、真由香はよく頑張りましたね。真田真希子、はい、名古屋でこの世界選手権でもチャンピオンになった笠松さんの指導を受けて、そして一昨年朝日生命体操クラブに代わりまして塚原さんの指導を受けて一気に花開いてきました真田真希子。望月瀬尾の顔も見られます。ここは一本目のところだと思いますね。屈伸の月面ですね、はい、これですね、はい、もうちょっと足をしっかり引きつけるとよかったですね。前にだいぶ低くそうですね、はい、これで 0.1 の減点、はい、得点 9.362 そうですね、ラインオーバーもありましたから。